いや、新川さん、行って、行きましょう、行きましょう。ふざけんな、死ぬぞ、俺SKJ ビレッジ。あ、ごちそうさまでした。SKJ ビレッジです。セットストップ。チームです。はい、誰かがゴールしたときに、ゴールから一番遠い人が負けまりめです。はい。お、十字は。バイバーイ。バイバイ。俺とバイバーイ。バイバイはしません。はい、生きてまーす。はい、生きてまーす。第1回扉も行きまーす。はい、死にます。すぐに。すぐに。ナイス見つけ、ナイス見つけですよ。なかったら厳しいと思ってたとこだ、ちょうど。え、これ厳しいの？ノーマルブンブン出てこないの。じゃあ、いらないやつは刺されんだよ、戻るとこれ。マジで。あ、あー危ない。俺が避けない。なんかある、絶対なんかある、絶対なんかある。いったん逃げる、いったん逃げる。一発じゃねえよ、こいつ。何発か当てなきゃあれだ。やれよ。バカだー俺。よし、今のうちだ。バカだー俺。バカだー俺。こんなもんいらねえって分かる。ぐん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 。あと何発？もう死んでるよ。え？死んでたの？死んでたの。一応ファン持ってこう。ゴーリング、ゴーリング、ゴーリングゴール？グロリーだ。どれ倒してくれたの、クッポ。死んでたんか、あれ。ヘッサー倒しました。ヘッサーありがとう。素晴らしい。お前ちゃんと手も使ってんじゃん。だから いるじゃん。なんなの、なんなの。それも必要だった。いや、別にいらないと思ったんですけど、まあ、出したならまあ取っとくかっていう、はい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 、ご好意にやっぱ答えないと。あ、はいはいはい、失礼なんでね。失礼なタイプね。うわ、これはもう最初はしょうがない。全然しょうがない。ありがとう。結構普通にいけるじゃない。お、なんか行きますね、ゆっくり。あっちゅーい、任せてくださいね。あっちゅーい。今のところのマリン。あっちぃ。あっちぃ。あっちぃ。いや、基本暑いな。夏だろ、基本。あっちぃ。いけないんだけど、一回も聞いてねえわ。別に地味攻撃いいって、俺に当たんねえから。ナイス、いきましょうね、これ。ガブンねー。右でいいの、それ。ガブンねー。ガブンねー。右でいいっすよ、右でいいっすよ、右でいいっすよ。普通右っすよね。いや、サリガさん来た、部屋に。いや、来てないっす、一回も。なんか、入れないみたいな。ドア、ずっと引いてました、なんか押すんじゃなくて。あ、ガタガタガタ。いや、バカな強盗じゃん、それ。別に誰も閉めてないね。クソーって言って金持って閉じ込められて。逆だったんですからね。皆さん、ナイス。監視カメラの映像で。夕方のニュースでよく見ます、サイガスさん。いや、すごいいいな。全部勝手に作られて。俺も防ぎようない。防ぎようない、それは。もう無理。カウンターしようもないし。なるほど、こいつら厄介だな。これ責任で。あ、鍵もあるわ。スキルして、うわー、しょられた。2個ナイス。2個ありますよ。まあね、2個じゃ足りないでしょうよ。なんか1個あるよ。あ、じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。俺に揃えた方がいい、多分詰まるんで。詰まる。あ、ごめんなさい、行っていいですよ、行っていいですよ。簡単でしょ。大変だね、鍵わからないタイプ。鍵わからないタイプ。あー、強盗だろ、リスナー。そんな、ちょ、あべえなぁ。ダメダメ。でもこれ扉入ったから、これ、あれじゃないですか。鍵ない。扉入った順、え、順番わかんない人。扉入った順番。鍵ないタイプ、すごい大人なのに。合鍵作っとけってリーダーのやつに言われたじゃん。まあ、でも当日トラブルないと面白いドラマになりませんから。いや、なるべく早く強盗からは離れないっす。俺が傷つくんで。そうか。来るできねえよ、おめえら。助かりましたからね。なかなかの、どうなったの、これ。うまい。
まうまゴールゴールえうまナイス俺は生き延びればいいのでも当然にゴールしちゃったからうまいね、あれ突破じゃん、うまいねすごいでしょ、あのょ、ね、ファイヤー、下からファイヤーバン上からロスの間を切っていきますから素晴らしい冒頭の例えが思いついちゃったけどじゃあ一応聞きますけどいや、あのレーザーをこうやって避けて避けてでも、サイコツさんは扉を間違えますからねいや、そんなにじゃん、それもうこれ、むずくないだろどうしようえどうなカモンねー結局俺しか行けない一回こらーこらー結局俺しか行けない一回こらーゴール条件なしででもゴール条件なし生きてるとゴール条件なし死んでるわまあ、これ以上はやめとこう死にかけたけど、ギリギリ来ました、今いや、よくやめれたよしよしよしいや全部あれ全部あれ全部あれでした1個目え、言ったのは普通にすごいだけなんでエスさんはいい意味それいい意味でいい意味でマジであ悪い意味悪い意味にも捉えられないんでそれは俺ら1個もいけなかったんでっていうだけっていうのちょっとあ、そうだねのがそれがいいってことなんで言葉のあれが出ちゃったかまずは処理ほう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 たくさん口が出てくるとは何これうまはいうまいねっとあこれは実力が出ます出るねこれかなりうわっうわっあがーつまんないかもしれない。オッケー。あ、これダッシュした。うわあ！うわあ！これなかなか工夫されてて良いコース。これいいね。80点あげる。80点。最初は100点あげます。俺の実力がちょうどよく保証されて気持ちいいからね。事故はやばい。ガマ！素晴らしい俺でしょ強化したコースでクリアできないの評価評価で下がるこれ80点ですおお。これは不正はしない素晴らしい女の子が言い寄ってきても単位は上げないそんな教授だ責任はお前が取れじゃあ進化悪いですから正式いきなり教授なんだびっくりマジはい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 、こういう系ねいいじゃん、これはなんで死んだの俺が海を踏んだパッからねパッから踏んだかわしてかわしてあ、いいえ、2個出すなよイージーですねかぶってやばこれ一緒に更新するの俺こいつらとナイス破壊したんだよジャギンして、まあ、俺が開けるだけじゃんこれ連れて行くおぉ2個目ですよテレ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 いや、進化さん、行きましょう、行きましょう。ふざけんな、死ぬぞ、俺死ぬぞー死ねえ、俺はあんなところで閉じ込めやがって、爆弾で塞いで。許さねえぞ、おめえ。絶対におめえをやる、決めた。あ、めるめっちゃ笑ったよ。ここで1、2、3。だあ。間に入って。ジェギ。
あーナイス。てか全部これ先行きはさ道開けただけだわ、不利だわこれ。やめてもいいっすよ、やめないよ。2個いってあったら小倉さんはやめてね。あーかけっこ小倉さんとか結構楽しいな。分かって先のことは小倉はもうゴールです。あ、そういう人、あー行きますよ、もちろんそういう人は3位。あはん、メッシー、よし、メルシーしてる。マジで言われてるのかな。メッシー行こうぜ、もうイエス。すぐフランス人いる。うわ、これゴールの線が見えている、ゴールの線が見えている、ガルカブ、そこで落ちたわ、そこで落ちた。いいアピール、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 それはそんなもんなんじゃないか。ゴールの線だけ見えてた、右上に。なんか受験終わってさ、うん、はいはい、お前どこだい、1点で落ちたみたいなやつ。早い言うの。いやいや、どこだいが聞いてんの、どこだいが聞いてんの、1点で落ちた。そこで落ちたのは惜しかった、実力はあるけど落ちてます。確実にね。結構例えとして100点でしたね。100点でしたよね。スッと入ってきた。高校時代のあいつかって思ったもん。1点かどうかじゃないし、うん、みたいな。そうそうそう、うん、ナイス。いや、これは聞いてんじゃないですか、かなり。確かに。聞いてるかどうか勝手に決めるのもナイス。聞いてるの、決めるの強いな。Thank you. いいよ、いいよ。いいよ。ないんだって。あるよ。ねえよ。ジジイの会話じゃん、もう。ボケなジジイの。うわぁ。飲み取りタイム一番好きなタイプの波、これ。倒さないよ。波のタイム。はい。波からのノートカンカム。パウとか言います？パウとか言いますかね。ドカンカン。ああ。もうめっちゃ好きなタイプの波これ。いや、無理よ。慎重かも。はい、いただいて、いただいて。波は俺の波さ。俺の波はない。あれか。なにこれ。うわ、もうやだこれ。なんで鍵を取ってこないの、皆さんは。そこ気をつけて、超強いよ。超強いかどうか俺が決める。はい、強ませてください。こいつ、もう踏めないってこと？踏めはしない。ああ、あの、なんか挟まってんだけど、こいつ。いや、その、決め。本当だ、詰んじゃったかもね。いや、決め、さすがにこいつ、その位置は。俺何かを持ってったらいける。パウ。出てくるこっち。あ、こっちにありますよ、ちなみに。持ってくのは時間の話。なんだこのコーツ。なんだ。いや、ここでしょ、やっぱ。いや、でもダメだ。待って、俺一回死んでみろ。死んでリセットされるかも、こいつ。え？かぎでーたごめんねー。ごめんねー。マジ。マジならもうやばい。俺は一番苦手なところの一個前で止まってた、うん、もう行けないと思ってたんで。やめなきゃ2位でした。ごめんなさい、それは。いやでもまあまあ、でもあれ俺扉で戻らなきゃいけないからね。まあかわいそうっすね、確かに。そうっすね、でも確かに、まあ、これはエッサの善意が3人のためにやってくれたことなんで、あざさざさざ、全然 B じゃないです。気持ちいい。3位ではある、でも B じゃなくて、うん、そうだね、まあ結果だけで言えば。いいよ。でも人間的にはもう1位です。おお、人間1位はアニメさんいないっす。アザス行って気持ちいいって言ったから、よし気持ちいい、アザスって言ったら危なかった。順番大事だな。危なかったよ。え、あれ倒せないじゃん。おお、これどっかで変えてくるか。なるほど。あ、これ止める方法はないのか。よし、カギも倒した。え？そう。まだ倒してないの。何これ？どこまで行くのこれ？お、来た。お、押しまくれ一気に。変えてやってよ俺が。おお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 。いける？とりあえずスタート地点のやつ倒しといて。オッケー、任せろ。てる、困ってる、困ってる。オッケー、一人キルした。それタイミング教えて、で画面見せてタイミング教えて。俺が やっとくから。でもなんか2体いないな、もう。扉の先にいる。
開けろ開けろ開けろ。ああ、ガブ。収納したおめえら。あ、いた。それは熱いしかも。いや、大丈夫だ。殺されろ。殺させろ。いや、あまりこいつじゃないか。開けて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 一番難しい今までで一番難しいいや、めちゃめちゃ難しい難しすぎどうするマジで、まあ、難しすぎこれはどっち押すの、まあ、俺は1位っぽいよ。 A さんは他の解決方法考えるとなんか戻りながらおめえこうしようか。 A さんは他の解決方法考えるとなんか戻りながらおめえこうしようか。いや、まだ戻る。海賊マジな。海賊に仲間はいねえ。絶対裏切るもんな。お前、麦わらとローの関係にはなれなかったか。食いつぶされてる。黒ひげタイプ。ああ、黒ひげやだ。提督、進化提督。使えない船長をや、使え。お前何も言えない。何も言えないなんか。食い食わないんで食い潰されるタイプ。いやいやいや。これ。もう今の気持ちいい。いやめちゃ。結構やばいっすね。やばい暇つぶしでやられた。いやこれを引きずらなければ俺は成功する。内容的には結構まあ引きずらざるを得なそうな。何してる。あ、倒さないといけなかったさっきのやつ。うん。こいつらな。まあまあまあ。ハイラスだよ。あばあ！あばあ！撃たれてもいいよ。俺が神だから。嘘大丈夫。嘘大丈夫。まだまだここからだぜ。あんま強くは言えないさっきの思われとんでもねえことするからな。とんでもねえこと楽しみだな。まだまだここからだぜ。わかんないなんで俺ねんだよ。あるだろうがわかんねえのかよ。なんで俺ねんだよ。あるだろうがわかんねえのかよ。やべえやつを話して考えるあまりねえよねえよ。楽だったんだよ。ねえよねえよ。ないときはあの買いにあってねえねえ無条件だよ無条件だよ。でスタートにしかねえって決めつけんだよ。そりゃそうか。うわー死ぬぞ。でスタートにしかねえやろ。あれ絶対やるよ。ねえや絶対やるねえや。はいスタートしろ。絶対やるわ。ちなみにねえや。後悔しろ。後悔した今回。ミーン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 。タイミングよく日和るなよ。わかってるよ。俺分かってるんだよ。スタッフも。いや、今に決まってんだろ。ああ決まってんだろ。ああてか、次はあそこにはめるだけだから簡単だけど。剥がしとけ。オッケー。はめってよ。あ、ここでは無理だよ。無理だよ。頑張ってよ。頑張ってよ。バカ。バカ。戻れ戻れ戻れ。時間もったいないよ。もったいないよ。もったいねえな。もうどいて俺やるから。もうどいて俺やるから。いやできてねえから俺がやろうとしたんだろうね。それ相談してやろうぜマジで。頼むって。まあ俺やってないからあんま文句言えないけど。何せやりてえよできる。バカじゃねえ。バカじゃねえ。お前もできない、できない。うまい。いできると思った。え、これいける？いけないね、それ。いけるしな。いや、お前を行かせるわけにはいかないな。いや、残念。いや、早く戻れ戻れ。もう帰ろう。マジでいけると思う。マジでいけると思う。よー。あ、いけない。ごめん、無理か。なんでピッピッピー。いけますけど、待ってやり。今だけ。パーンと打ってきた、でかすぎー。いけましょう、いけましょう。
もしかしてあのわずかな隙間いけないタイプだよ。いない、それはいない。あれ扉、あれあできた、ジノちゃん3位やだバカ、お前勝った気してんじゃねえよ。俺はギリギリで静かに通った。あれはここ S の煽りが俺に向かってたけど、全部こっち来たけど、シンガさん一瞬で喋るのやめました。あ、止めながらピッとか言うボリューム0ってやったー。いや俺喋る余裕ないですから、さすがに。あれ俺めっちゃこれ言ってたんだから、これショータックルやってた。翔太君最後決まった。ナイス。お前らに何て言われるか、次はラグビー部やろ、最後はとか言われるかなと思って。ラグビー進化さんですか。いやーいつやってんて。俺の後すぐ来たら一発で通ったの多分あそこ。めちゃめちゃうまいやろ翔太君。俺に押されて。あ、そうなの。俺やられたんすよ。でしゃがんでるだけで俺がバカみたいにタックルした。ありがとうございますって言って。お前練習しろよ。お前じゃあ勝てよ、そしたらいっぱい言うことあんだろ。これ翔太君、俺できないのにやってくれてありがとう的なことが言えるだろ、それ勝てば。いやでも今自分が3位と気づいた時の進化で弟子3番いけます。俺カチャッて音量オフにしたよね。あ、もう喋らないみたいな。いや喋らせなかったわー。よし、まずその理解した瞬間はまあまあ繰り返してみましょうね。そこはうわ楽しみだ、どうなるかね。よしよしよし、まあ、完全に勝った時のこの切り替え負け。最高やったぜマジで。やってかい。